皆さんこんにちは。韓国出身のチョです。韓国のソウルについておすすめの旅行情報をご紹介します。今回は韓国の首都ソウルについてご紹介します。ソウルは成田から2時間半で気軽に行ける人気の観光地です。日本でも人気の韓国料理やコスメなどの買い物はもちろん、韓国の伝統文化も楽しむことができます。북촌하농마을は昔貴族たちが住んでいた場所として有名です。韓国の伝統家屋ハノが多く残っている場所です。この북촌エリアにはハノを利用したカフェや伝統文化の体験館があるので、韓国の伝統に触れられる観光スポットです。注意点として、現在もこのエリアに民家があるため静かに観光することが求められています。경복궁はソウルの中心地にある有名な観光地です。現存する韓国最大の木造建築など600年の歴史を感じることができます。また王朝時代の儀式を再現した皇太子妃は必見です。伝統衣装を着た将軍が楽器や旗を持って行進するパフォーマンスは迫力があります。ソウルオリンピック会場の跡地に作られたオリンピック公園は実際に使用された競技場が残されています。園内は季節によっていろいろな花が咲くので写真スポットも多く、デートコースとしても人気です。秋にはピンクミュリが見ごろを迎えるので、特に9月から10月がおすすめです。韓国の若者の間で話題のエリアにソンスードンがあります。韓国のブルックリンと呼ばれていて、もともと工場や倉庫が集まっていた場所でしたが、工場などの内装をリノベーションしたカフェやギャラリーが増え、古い文化と新しい文化が調和したフォトジェニックなエリアになっています。近くにはいちいちでは回りきれない広大な広さのソウルの森という観光スポットもあります。チョッパルは茹でた豚足を醤油ベースのタレで煮込んだ料理です。豚足の臭みはなく、軟骨の部位があるので弾力のある食感が特徴です。お肉を消化しやすくする塩辛と一緒に食べるのがおすすめです。韓国焼肉で人気の部位にカルメギサルがあります。コリコリとした食感が特徴です。日本ではあまり見ない珍しいお肉なので、ぜひ韓国に行った際は食べてみてください。ソウルは近場の海外旅行先として、週末のプチ旅行でも十分楽しめる観光地です。ぜひ行ってみてください。여러분들의방문을기다리고있겠습니다。안녕。